建物が高くなってるね。油坂とかこの近くか、うん、最近ちょっと人気になってんだろ。何で人気？なんか観光地化したんだよね、神楽坂。神楽坂がちょっと、そうなんですか、うん、観光地化したんじゃないかな。お料理屋とかいっぱいあるから。そうそう、あ、でも元々ありましたけど変わったんですかね、うん、ちょっとなんかそういうのが増えたんじゃないかな。大塚国際美術館みたいなね。今どこにいるの？今、うん、あ、オフィスですか？うん、虎ノ門です。虎ノ門が一番最寄りです。うん、虎ノ門ヒルズってできた、うんうん、あそこのがなんかオープンしたんだよね。そう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 、今週水曜にオープンですけど、うんうん、そこのもう向かいというか、うんうん、斜め向かいらへんですね、うんうん、森ビルの本拠地。あ、そうです、そうです、ね、森ビルがいっぱいあります、ね、僕は昔神谷町にいたんだ。あ、そうなんですか、うん、結構近いですよね、うん、そこで仕事だったんですか。そうそう、先週も東京来たんだ実は。あ、そうなんですか、うん、サントリーホール行ってた。ああ、あそこですか、うん、そうそう、なんかあそこたまに行くんですけど、うん、っていうか一丁目の方ですね、うん、ここで。そうそう、土曜日に、うん、そのカラヤン広場でした、うんうん、そこで市場というか、うん、やってんね、昔からやってんね、はい、行きます。うん、まあ、僕はカラヤンは嫌いですけどね。あ、そうなんですか。あれ、カラヤン広場って名前後からついたんだよ。昔名前なかったんで。じゃあなんで？なんかカラヤンがサントリーホールの設計にかかってて、で20年ぐらい前になって急になんかあれ名前ついたんで。これ渡んだよね、はい、渡って左で行くやつ。これ次の角かなんか曲がったあたりだと思う。何すんだろう、すごいな。もうそっち古本屋街です。あ、ここだ。